岐阜県政ホットラインスタート。東京2020オリンピックに向けて日本全国を巡るオリンピック聖火リレー、岐阜県では長野県から聖火を引き継ぎ、4月3日4日の2日間にわたって県内を巡ります。岐阜県内の11の市町をオリンピック聖火ランナーたちが駆け抜けます。初日の4月3日は中津川市から始まります。その後、陶磁器産業が盛んな多治見市、杉原千畝ゆかりの地八百津町、郡上踊りで有名な郡上市へとつないでいきます。そして古い町並みや高山祭りなどに代表される歴史と伝統が息づく町高山市へ。初日のオリンピック聖火ランナーの一人、タレントの塚本あかりさんにお話を伺いました。岐阜県を聖火ランナーとして走れることがとっても嬉しいです。皆さんに希望をお届けできるよう頑張って走りますので、応援よろしくお願いいたします。2日目の4月4日は下呂市から始まります。その後、ホッケーの聖地各務原市、天下分け目の地関ヶ原町、奥の細道結びの地大垣市、岐阜の玄関口羽島市へとオリンピック聖火をつなぎます。そして岐阜の聖火リレー最終到着地となる岐阜市では、こちらの金華山ロープウェイを使って山頂へ、岐阜城の天守閣へと聖火をつないでいきます。オリンピック聖火ランナーたちが2日間にわたってつないできた聖火は、ここ岐阜メモリアルセンター芝生広場でゴールを迎え、次の愛知県へと引き継がれます。2日目のオリンピック聖火ランナー、百瀬翔さんにお話を伺いました。延期になったことは、残念でしたけど、今回はできるようなことになって、とても良かったですし、これをいいチャンスと思って、頑張って、楽しみながら走りたいです。東京2020オリンピック聖火リレーの模様はライブ配信でもご覧いただけます。ライブ配信の視聴方法など、オリンピック聖火リレーに関する最新情報は県のホームページや県のオリンピック聖火リレー公式インスタグラムにて掲載していますので、ご確認ください。またオリンピック聖火リレーの開催中は県内各地にて交通規制が行われますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。県内各地を感動の炎が駆け巡るこの記念すべき2日間、オリンピック聖火リレーの様子をぜひライブ配信にてお楽しみください。見てね。